下手勢に食らいつけるか。さあそしてレイクサイド下り、これも手前から。さあ続いてスタートは BM1 クラスの最終走者レイ82、上野智弘選手がスタート。ダンロップ田中自動車ロブロス。さあここを下ってきて、さあレイクサイドへと入ってまいります。さあそしておっと斉藤道夫選手はちょっと加速しないか。さあ第2戦のポイノーラでは早くも全日本初優勝を果たしましたが、さあトイスタート。さあそして平原選手上がっていく。さあそして川野選手がレイクサイドの下り。さあ続いてスタートは21番、福岡県クラネットリー今村博臣選手。さあそしてここを降りてきました。22番は去年の PL1 チャンピオン宝田健志郎がいる。さあリア駆動ベストは今のところは酒井選手の中間55秒869から46秒09でがここまでのリア駆動になります。さあ続いてスタートは073竹本幸雄選手がスタート。横浜 KOM ヤクレブレーキ奥山86がスタート。さあ手前から入っていく。さあここもどうだ。スタートは072桜井隆明選手がスタート。ブリッドダンロップ奥山ミックス GRML がスタートしてまいりました。さあそして桜井選手のミックスがレイクサイドの下り。そしてスタートはさあ071開幕戦丸ワイドウィナー川島秀選手のまずは1本目。さあそして坂を上がって中間1.5秒くらい。続いてスタートは063となります。さあ前回小井戸浦2位の森。さあここを上がって降りてくるところ。さあそしてまずは森博士。さあここを下って、さあそしてスタートはここまで開幕2連勝中062兵庫の岡翔太がスタートしていました。今北海道星野美京選手40秒559がターゲット。浅沼選手の中間をコンマ6号が上がってきた。さあ続いてスタートは43番福岡の馬場和弘選手がスタート。さあそして今影山からは 1.8 秒遅れ。さあそして優勝中野瀬正春。さあ中間は影山をコンマ6秒上回ってきた。そしてスタートは念願の全日本初優勝を飾ってこの地元甲府に凱旋をしてまいりました伊藤久志。信田からは0コンマ6秒遅れ。そしてスタートは052最終走者。さあまずはギャラリーコーナー。さあ一発目レイクサイド下りの中間ベスト中間が53秒13と、さあ菊池誠0コンマ9秒上回ってきた。さあ水位スタートは50。さあ全日本ラリーと全日本ラリー。さあ続いてスタートは61番中島高橋スタートをしてまいりました。天気横浜ルブロスブリ。さあこのフィアットに乗り換えまして、岩沢からは0コンマ6秒遅れ。そしてスタートは044こちらもインテグラから乗り換えをしてまいりました。さあクセラターボの崎山明。さあその前飯島知能中間でコンマ6秒遅れ50秒7くらい 1.5 秒遅れ。さあスタートは77番。さあ地元八戸の金田一選手。さあこの全日本本番でも結果を残すことができるでしょうか。さあ続いてスタート80番となります。鈴木二郎選手がスタートしてきました。さあトップは加藤拓33秒599、2番手が斉藤。さあ、加藤拓はこの辺で上回っていった。その後上りでちょっと詰まったのが気になりますが、マイケル T どうでしょうか。後押しスタート S2 で早く結果を出したいところ。週間は0コンマ5秒遅れ。そしてスタートは85番、開幕戦丸は6位入賞の。さあレンクサイド下りへと入ってまいりました星野選手。マイケル T の中間ほぼ同タイムで上がってきました。さあヒルトップへ上がっていった中間交代。さあまずはここを降りてくるところ、マイケル T をコンマ1秒上回ってきた。そしてスタートは035。さあ地元青森この前上がってくるのは中間ベスト愛しの1位。さあまずは大西がレイクサイドの下り、ちょっと遅れました。さあ続いてスタートは033開幕戦のウィナー。中間遅れました川村英二が今上り、そしてレイクサイド
下りました。中間ファイナルリーからはコンマ5秒遅れ。さあ、そしてスタートは03。さあ、そしてレイクサイド下りは新井信介選手。中間は47秒946、中間ベストであります。さあ下りまずは降りてくるところ、そしてスタートシード勢026熊久保信重がスタート、4番1秒遅れ奥村直樹。さあそして今熊久保が入ってくる。さあどうだ、ここも手前から上がってから頑張ってくる。この試合41秒2537、ローイスタートは105番となります。上原義成選手、アルテックダンドプランサーの走行になります。時間50秒3。さあスタートは106番片貝義行選手がスタート。さあ大外から、さあ立ち上がり、今の